はい、ハロー YouTube、皆さんどうお過ごしでしょうか。ですね、さっきまでインスタライブしてまして、今後というか、この年内いっぱいは、結構私自身が乗ってるので、乗ってるっていうのはね、本当にチャンネル登録者数がこう41、41とはもう良いってことじゃないですか。4と1で良い。そういう風にね、ならさせてもらって、僕がね、ちょっと一喜一憂仕掛けてるんで、それはちょっと、大丈夫かなと思うんですけど、本当にありがたいと。一人にね、やっぱり人はこう褒めたたえ合って、承認し合って生きていくとね、みんなの波動が上がって、まず僕が、正直幸せ研究所って僕自身はこれ楽しいよっていう風に僕がやりたいからやってるんですけど、地球楽しいよとか、人生楽しいよとか、過去のね、自分が傷ついていたようにちょっとでもね、今現在そういう人がいたとすれば、僕のこのエッセンスを通してこうなんかね、ちょっとでもやりたいっていうねことでやさせてもらってるんですけど、そういう方がそうじゃない方だったとしてもね、こうなんかすごく嬉しいんですよね。チャンネル登録が増えて、もうイエーイって感じやって、インスタライブで、一人で宴やーってねやってたんです。本当にありがとうございます。ということでね、ちょっとテンション上がりすぎて何が言いたいかもわからなくなりかけてるんですけど、堀江貴文さんですね、僕もメンター、心の師匠とさせてもらってる堀江さん、本もね、ほとんど持ってるかな、ほとんど持ってると言っても過言じゃないぐらい、ちょっと積んどく気味ではあるんですけど、もうその方のね、堀江さんが一番熱かった時、ライブドアで、なんつか会長っていうんですか、一番もうトップでやられていた時、そのね動画が最近 YouTube で、今日かな、もう急にババッとアップされてて、細木和子さんとかこうフジテレビをね買収とか球団買収とかね、いろいろやられてた時のがめちゃくちゃ上がってたんですよね。本当に綺麗なぐらいみんなどの番組出演されても叩かれまくってて、で堀江さん言ってるのはもう今と変わらずやっぱり世の中良くしたいってことだけなんですよね。堀江さんの、何ですか、先見の目っていうか、未来を予測したことが、今は令和3年となってもうちゃんともう現実化されてますし、あの時何なんですかね、2000年前後ぐらいだったと思うんですけど、その時僕堀江さん、時代の寵児って呼ばれてましたし、僕は、堀江門って何なんだろう、気になるなとかっていうふうに思ってたんですよね。今となってはね、本当に心の師匠とさせてもらってるぐらい、そして京都であるとポント町でお会いさせてもらったとかね、いろいろ経緯があるんですけど、いろいろつかね、勝手にそういうふうにもう慕わさせてもらってるんですけど、その戦ってた堀江さんがもう世間とですね、選挙にも挑んでたし、もう逮捕もされたし、世間と挑んでたその動画がね、最近僕もリアルタイムでしたから、また掘り起こされててっていうかね、こう YouTube で見てて、かっこいいっていうね、一人に思ったんですよね。もうやりたいからやってる。やりたいから、社会を良くしようとしてる。ただ、でもそれってやりたいからなんですよね。でもその当時の映像を見ると、もうこいつ何者なんだと。出る杭には蓋をするみたいな。あなたは何を企んでるんですかとか、あなたは何者なんですか、あなたは何を隠してるんですかみたいなことを、ものすごい詰められてるんですよね。で、堀江さんは本当に、今も本当に変わらずなんですけど、もう淡々と自分の意見を言ってるだけ、本当にボコられて、ボコられて、ボコられて、でもそれでも、ね、もう当時の堀江さんですと、30歳ぐらいかな、わかんないですけども、この人やばいなっていうふうに改めて思ったんですよね。僕が堀江さん好きっていうのもありますけど、ファンですね。今回何が言いたいかというと、僕は堀江貴文さんこと堀江衛門さんが好きってことですね。変わらない信念と、アティチュード、
戦う姿勢、うん、今は根本的に世界を変えるってことは多分されてないと思うんですけど、その当時はね、政治変えて、球団買収して、テレビ局買収して、もうちゃんと世界を変えたかったと思うんですけど、まあ今は本当にもう自分のやりたい風にベクトルを置いて、でそれでもどんどんあの方は本当にやりたいことがこの、うん、なんですかね、文明開化というか、よりよく社会をしようとしてるような感じなんですよね。でも本人はただ楽しいからやってるみたいな感じなんですけど、まあそうやって僕はやっぱりエッセンスとして憧れてるんですよね。ちょっとうまく言えないんですけど、今回はそういうお話をしてみました。はい、まあ、いろいろもろもろ、僕もちょっとチャンネル登録者数がこう増えてテンション上がってます。まあ、でも一喜一憂しちゃあかんっていうふうにも思ってます。どんどんじわじわと人のお役立てになれるように邁進していこうと思います。ありがとうございます。